さあじゃあ8話から行ってみましょう。うん、だいぶ列も短くなってきたようだな。お、じゃあそろそろかな。ねえ、もう地域大会も終わっちゃったし、そろそろ並ぼっか。あ、並んではないんだ。あ、五円玉がないっす。おっと、龍馬くん、まだまだだね、それは。うん、それなら10円玉と1円玉はあるか。ん、ああ、いい円として縁起がいいって言われてるんだっけ。そうなんだ、11円。へえ、それはやったことがないな。へえ、いい円ね。へえ、よし、もう順番が来たっすね。早い。それじゃ鈴を鳴らしますよ。早いな。てか11円とかでもいいんだね、うん、なるほどね。さて参拝も済んだが、あ、あれって今年の絵馬じゃないですか。お、なんか書くんかな。あのさ、せっかくだから俺たちも書いていこうよ。お、いいね。そうだな。手塚もいいかい。どうだ、手塚はダメだとか言うのかな。構わない。おお、大丈夫でした。じゃあ大丈夫だね。やったね。それじゃみんなで絵馬を買ってと。俺神社に絵馬書いたことないな。なあ、エイジはどんな願い事を書くんだ。どんなこと書くんだろう。もち決まってんじゃん。大石とこの先もずっと。お、エモい展開かこれは。ああ、ああ、そういうことね。卒業後の大石の進路はそうなんだよな。中学限りなんだよな、このゴールデンペアは。エイジにゃーんてね。今なし。何か声か迷っちゃうよね。大石のせいだぞ、悩んでんのこれ。うん、ちょっと考えてから書こうかな。大石、あとでね。行っちゃった。あ、思い当たる節はあるようですね。さすがに、まあ、通じ合ってますからね。エイジ先輩、まだ書いてないんですか。おっと、まだ迷っているね。うーん、願い事が決まらなくて。エイジ。お、大石。大石どうしたの。本当にどうしたんだ。なあ、その絵馬まだ願い事を書いていないなら一緒に書いてもいいか。おお、そういうパターンもある。え、絵馬ってそういうこともありなんですね。いいけど何を書くの。それは、それはできた。何書いたんだろう。わかるパターンかな。うん、でもあんまり人の絵馬って見るもんじゃないって言うもんね。ここでもまあ見なくてもまあいいかみたいなとこあるか。早速吊るしに行こうか。 OK。 お、あー、これは何を書いたのかちょうどわからん。ちょうどわからん。とりあえず全画面タイム。いやー、マジか。二人で絵馬描けてんのエモいな。あと今思ったけど、ジャージ寒くないの。もっとなんかコートとかさ着なくていいの。真冬だぜ。まあ寒くないならいいけど。いや、それにしてもエモいですね。肩組んでるじゃん、おいしい。よく見たら。それじゃここに吊るすね。ああ、あのさ、青春だ。おいしはこのお願いで本当によかった。これからも二人でダブルスの無限の可能性を見つけていく。おお、あ、なんて書いてあるか教えてくれたわ、大石が。ありがとう、大石。エイジ、これは俺の願い事じゃない、俺たち二人の願いだ。おお、エマって連名とかあるんだ。そうだね。なんか願い事っていうか、なんか決意表明って感じだけど。そうだね、なんかこう無病息災とかさ、健康でいられますようにとかさ、金持ちになりてみたいな、そういうことを書くイメージが強いけど、無限の可能性を追求するというこの決意表明をね、絵馬に書いていくという。いや、かっこいいね。そうだな。サンキュー。ありがとう、大石。いい初詣になったよ。おー、え、ここで終わってよくない。ストーリーエンドってよくない。いや、かっこよかったね。いい初詣だ。さあ、じゃあ第9話いきましょう。あの、今日の初詣すごい人でした。え、おー、え、言ってたの、大鳥。知りませんでしたね。え、言ってたなら言ってよ。ああ、あれ、評定のみんなも来ていたのかい。ねえ、ほんとよ、俺もそう思ったよ。でもさ、結構商店街を回ってたけど一回も会わなかったよね。え、ちょ、ほんとに行ってた。大鳥と獅子戸だけ行ったんか。まあ、勝手に大鳥は獅子戸と一緒に行ったものとみなしているけど。つーか、あれだけ混んでりゃ仕方ねえだろ。ああ、混みすぎて。
まあアトベは手塚とカルタ勝負をしたかったみてえだけどな。あ、そうなんだいや、アトベは手塚となるとね、何かとね争いたくなるようですねそれはまた今度だな。ちょっと見てみたいけどね。お正月の王子様みたいな、なんかスピンオフみたいなね、アニメオリジナル回とかあってもいいんじゃないでしょうか。それじゃあ明日も早いですし、そろそろは電気消すの、ちょっと待って。な、どうしたどうしたどうした。ねえ、寝る前に大石に渡すものがあるんだ。はい、これな、何、お餅かな。手紙てか、大石全画面タイム。おー、へえ、大石もいたのか。そっか、全画面タイムなのに BGM 全然エモくないね。この紙は、何この紙、なんだ。ねえ、なんだそれ。へえ、絵みたいですね。へえ神社で買ったお守り。お守りあのさ、おみくじじゃなくて。その紙を枕の下に入れて寝るといい夢を見られるらしいんだよね。あ、そうなんだ。本当に紙状のお守りがあるんですね。にゃっ、エマを一緒に書いてくれたお礼だよ。なるほどね、ありがとう。そうか、ありがとうなじゃあ早速枕の下に敷いてっと。なんかしわくちゃになりそうだな。なんかラミネート加工とかしなくていいの厚い目だし、いい夢が見れるといいな。優しい。ああ、それじゃ電気を消しますね。早く電気を消したい。おとり、おやすみ。おやすみ。おん、おうん、仮想空間に放り込まれましたね。テニスコート、俺さっき寝たような。ねえ、どうした。寝たら仮想空間に放り込まれてしまいました。しかも大石と一緒。どうしたエイジ、ぼーっとしてテニスするんだろう。うん、来い、おいしい。ほら、それ仮想空間でテニスをしている。はい、さすがテニスの王子様。テニスの王子様ともなると仮想空間でのテニスが繰り広げられるようですね。へへ、みんなと過ごすお正月も楽しかったけど、やっぱり俺はおいしとテニスしてる時が一番楽しいな。終わりそう、終わりそう。ほい、あ、おい、終わんなかった。大石とのダブルスがこの先どうなるかまだわからない。それでも俺たちは、エイジ、お、そう、菊丸が今決意表明してたのに。大石、これから先何があっても俺たちはゴールデンペアだ。お、かっこいい、いいね。これ全画面タイムでしょ。え、これいいね。え、これどっちをサムネにしようか迷うレベルでいいですね、これね。いや、いいね。語彙が失われていく、吸い寄せられていきますね、これはね。あ、もうラストですよ。エピローグいきましょう。はい、これで終わりか。昨日の初詣で楽しかったね。そうだな。テニスはどこ行った、さっきのカルタ大会に餅つきにいろいろやったな。あ、楽しそうだったね。そういえばね、いろいろやったね。俺もう二度と桃先輩と餅つきはしないっす懲りちゃったよ。そんなに嫌だったか。なあ、こっちだってお前とはお断りだっての桃と合わせられるやつゼロ人説ない。どうせカイドウとやったってダメでしょ。で、龍馬ともこれでしょ。もう桃ダメ、向いてないよあれ、途中から息ぴったりだったのに何かあったの。別に言えてそうだ、そういえばエイジ、昨日はお守りのおかげでいい夢が見れたよ。お、大石夢見たんだ。初夢か。おお、マジ、俺も夢の中でね。う、え、また。おっとっと、戦国どうした。ちょっと待ったって、なんだ。初夢がいい夢だったならそれは人に話さない方がいいよ。あ、聞いたことある。そしてそういうなんだスピリチュアル関連のことやっぱ詳しいね、戦国ね。え、風水的なことが得意ですからね、戦国さんは。そうなの。うん、人に話すとせっかくのラッキーを話すことになるかもしれないからね。あ、そういうことなんだ。へえ、話すと話すでかかってるってことなんだ。ってことは何、悪夢だったら話しちゃった方がいいってこと。おいおい、ダジャレじゃないですか。ねえ、そんな由来だとは知りませんでした
でも縁起物ってそういうのが多いよな。確かにね、ご縁がどうとかってね、お賽銭のご縁とかね。そうだね。そう、逆に悪い夢だった場合は人に話しちゃった方がいいってわけ。ああ、やっぱりそうなんだ。へえ。じゃあ1月2日の朝はなんか悪夢の話が相対的に多くなってんの、ちょっと暗くなりそうだな。お、阿久津神さん、悪夢話したがってない、これ俺の悪夢を聞けやみたいな、そういう面してない。あ、いいところに、いいところなのかな。阿久津、俺の初夢を聞いてくれる？すっごくアンラッキーでさ。あ、そういうことか。聞いてほしいってことね。知るか。興味ねえ。あ、いなくなっちゃう。あ、いなくなっちゃった。え？ちょっと待ってよ。釣れないこと言わないでさ。いなくなっちゃった。え、阿久津は大丈夫だったのかな？阿久津は悪夢を誰かに話さなくていいのかな？勝手に悪夢を見たかのように話しているけど。だそうだぞ、エイジ。この感じで菊丸実は悪夢だったらそのまま話しちゃえばいいんだけど、この感じで悪夢なわけないもんね。うわわ、やっぱり昨日見た夢はないでしょ。あ、やっぱり。てか同じ夢見てたっていう可能性ない？この二人、途中でやめられたら気になるんすけど。おー、そうだね。確かに。まあまあ、そう言うってことはいい夢見れたってことっすよね。そういうことだな。うん、まあね、大石もいい夢見れたってことは。あ、内容は秘密だな。ああ、だが、だが、うん、ただそうだな、テニスコートに行けば正夢になるかもしれない。あ、ちょっと喋っちゃった。ああ、終わったわ。ちょっと話しちゃいましたね。うん、テニスコート、もしかして大石が見た夢と俺が見た夢は同じだったりして。え、本当にその可能性あんの？冗談のつもりで言ったのに。えへ、にゃーんってね。ああ、まあでもなんかワンチャン一緒っぽいもんね。どっちが見た夢か分かんなかったし、さっきの。あのさ、じゃあ早速コートに行こうよ。ああ、今年初のテニスをしよう。おお、あ、さすがに元日はお休みだったんだね。強化合宿ともいえど意外とお正月休みあったんですね。うん、あ、終わった。なるほどね。はい、つわひで秋おめ初詣見てみました。いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方はチャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。